西城秀樹ファンの皆様、こんにちは。本日はね、1975年の6月号の記事を朗読したいと思います。まずね、見出しがですね、特別企画検証、秀樹感激の衣装を全部プレゼントとなってまして、見てくれ俺の TPO 1週間となってます。で、記事がね、20歳になったというのに秀樹にはまだ酒もタバコの匂いもない、ただ歌と気に入った衣装に目を輝かせるばかり。身長180センチ、体重56キロ、バスト89、ウエスト72、ヒップ89、そのボディを進む全てを君にとなってます。でね、まず月曜日ということでね、コートを着てね、歩いてる感じが映ってます。で、記事がね、月曜日、昼近くマンションを出る。今日の仕事はテレビが2本。台本や化粧バッグは車に積んで、マネージャーが運んでくれた買ったばかりのコートは少しばかり大人っぽいトレンチコート。早めに出て街を歩いてみたかったとなってまして、1トレンチコートね、白のね。で、2がサングラス。3がね、スカーフ。スカーフどこかな、中へ入れてるのかもわからないですね。で、4がね、スラックス。このなんか、茶系統のね、ちょっとエンジかな、わかる。こんな感じの。でね、5はね、赤の衣装バッグということで、あ、これをプレゼントということになってますね。で、次はね、火曜日です。火曜日はね、なんかこう、椅子かなんかに座って、まあ何かを見てる感じですね。で、記事がありますので、火曜日、次のショーの打ち合わせがあった。構成、曲目、振り付け、衣装。全部メモしておいた。自分のアイデアも言ってみた。ステージにプールを作って上から、みんながしかめっ面になったとなってまして、6、ベスト。7、カラーシャツ。8、コットンパンツとなってます。なんかね、カラーリングはね、ちょっとイタリアっぽいかなって感じが僕的の印象では受けますね。真っ赤っかのね、もう秀樹さんらしい情熱的なね、赤で。で、ベストがね、黒とね、白のこんな感じで。で、コットンパンツがね、ちょっと縞模様になってるね。赤と白のね、なかなかこう、今でも結構これいけるんじゃないかなっていう感じのカラーリングですね。で、次は水曜日。水曜日はね、アクセサリー関係ですね。なんかブレスレットとか時計とかね、ハットとかあります。で、記事がね、水曜日。今日のアクセサリーはこの3つ。みんな仕事の合間にテレビ局の向かいのブティックで買ったものばかりだ。一つを手に取ると、窓の外から見ているファンの子たちが声をかける。それいいわ、そっちだめ。つい主体性がねってなってまして、9はブレスレット、10は腕時計、11がキャップとなってますね。メーカーはね、ちょっとわからないんですね。わからないですけど、まあ多分、ブティックで買ったんだから、ブランドでしょうね。ちょっと見たことないですかね。このでも、ブレスレットなんか、革かなんかで結構分厚そうですね。次ね、木曜日。上になりますね。左の上になります。なんかね、こう、オーバーオールね、で、シャツって。で、ちょっとなんかハイヒールみたいな感じの、まあ、サンダルですね。そういう感じになってまして、記事がね、木曜日、7時起床、キャンバスとイーデルを袋に突っ込んで、近所の公園に出かけた、たまに吸う朝の空気となってます。12がウエスタンシャツ。このなんかね、絵がね、なんかこう、漫画みたいな感じの絵柄ですね。ちょっと変わったね、シャツです。で、13がね、オーバーオール。なかなかね、今もこういうファッションなかなかないですね、オーバーオールね。14、サンダルね。この、ハイヒールみたいな感じのね、ちょっと。秀樹さん、180センチもあんのに、これを履くとさらに身長が伸びて、186か7ぐらいになるんちゃうかな。えらいこっちゃですね。もう、相当、ね、大男になります。で、15がね、美術バッグということでね、キャンパスとイーデルを袋に突っ込んでなんで、まあ、絵かなんか描かれる感じですね。写生かなんかね、する感じでしょうね。そんな感じがしますね。その、キャンパスとイーデルね、絵を描くための、その道具をね、入れる袋を、まあ、プレゼントということで、このね、袋結構革かなんかで結構高級そうですね。なんかすごい感じですね。
で、金曜日、下がね、今日はちょいと朝寝坊。昨日帰ったのは午前2時。コントの NG が2度も出ちゃってさ、でもシャワーでスッキリ。ってなってまして、16ね、ガウン。これもなんかね、イタリアンカラーっぽいなぁ、この青とね、赤でね。で、まぁ、あ、コップもね、赤になってますね。揃えてます。全般的に赤ですね、この本気は。16、ガウン。17、タオル。赤のタオルですね。18、歯ブラシとコップとなっております。なかなかね、皆さんどれをね、頼まれるんですかね、これね、抽選でね、いただけるとなったら。まあ僕的にはね、この、何やろ、この時期でしたら、あれですけど、冬やったら、もうトレンチコートかっこいいかなと思う。結構ね、なかなかでもこれ、トレンチコートは当たらんかなって感じしますね。で、その前、次ね、ページめくると、今度はね、右の方が、テニスをしている感じでね、映っております。土曜日となってまして、土曜日、どんなことがあっても、一週間に一度は必ずスポーツする。映画撮影所の庭の昼休みのキャッチボール。グラビア撮影のついでに覚えたスキー。みんな好きだけど、やっぱりテニスがいい。爽やかな空気、白が似合うと思ってるんだけど、ってなってまして、19がね、ラケット。で、20がね、テニスキャップ。21がテニスウェア。22がテニスシャツ。23がショートパンツとなってまして、テニスシャツ、テニスショートパンツ。ということは、ウェアっていうのは多分おそらくテニスウェアで、この上に、ね、着ているその、ジャンパーみたいなやつかな。これがそうなんかな。で、中のテニスシャツはまた別にある。ね、ありまして、ショートパンツもありますし。でね、僕もね、中学校の時、もうだいぶ古いんですけど、一応テニス部に入ってたりとか、卒業してからもね、仲間とテニスしたけど、その時にね、この川崎のテニスね、テニスラケット結構ね、皆さん持ってましたよね。川崎とかね、ヨネックスとかね、あと何やったかな、ヘッドもあったかな。まあでも、川崎結構人気ありましたよね。カラーリングもね、なかなかいいです。秀樹さんもね、バッチリ決まってますよね、これ。この格好ね。で、次がね、いよいよラストの日で、隣がね、日曜日になってます。で、日曜日ね、母から手紙をもらった、二十歳おめでとう。東京まで行ってやれないけど、早速返事を書く。ありがとう。とにかく元気です。でも僕、本当に大人になったかな。なぜか今日はネクタイを締めて、きちっとしたかったってなってまして、24、黒のジャケット、25、ネクタイ、26、カラーワイシャツ、ボールペンとなってましてね。なんかちょっとね、大人っぽい感じになってます。ネクタイがね、なんか、まだ漫画のね、絵を描いたネクタイでね、なかなかない感じで、どうでしょうね。ちょっと恥ずかしい感じもしますけど、まあ、でも、秀樹さんならなんか似合ってますよね。で、このチェックのね、シャツ、カラーワイシャツね、これもまたね、面白い柄ですよね。多分おそらく結構こういうものって結構値打ちがあるんじゃないかと思いますね。で、まあ、これではね、結構アップなんで分かりづらいですけど、この上に着ているのはね、黒のジャケットということで。で、ボールペンもね、これはいい感じのボールペン。どこのボールペンかちょっと分からないですけど。ね、お母さんから手紙をもらったということでね。二十歳おめでとう、東京まで行ってやれないけどっていう、まあお母さんのね、一言が嬉しかったんでしょうかね。で、下にはね、応募の決まりとありますので、まあこれはね、別にね、もう、なんてことないんで、これは飛ばしますので、よろしくお願いいたします。まあでもね、一週間通じてね、なかなかいい感じでね、まあ TPO っていうのはね、時と場所によって、こういうコーディネートするっていう感じの言葉らしいですね。まあ、なかなかね、やっぱり何着ても似合うなっていう感じで、映ってますね。なかなかいい感じです。で、ね、もう一つありましてね、別のコラムでね、西城秀樹頑張りすぎていうコラムがありまして、ちょっとギブスはめてるね、画像があります。
でね、TBS 系寺内貫太郎一家2のビデオ撮りで、ハッスルしすぎて左肘を脱臼した秀樹。腕の付け根から手首までギブスと包帯でぐるぐる巻き、お医者さんから4月20日頃まで約2週間の静養を言い渡された時には、ちょっとがっくりした顔だったが、すぐに気を取り直して、右手にもギブスをしてもらったら、ちょっとしたマジンガーデッドだよねと、ジョークを一発となってます。これね、なんか脱臼っていう感じで書かれてますけど、僕はね、これ脱臼っていうよりもね、おそらくその、日々行ったかなんかだと思うんですよね。ていうのは僕もね、子供の時にね、脱臼したことがありまして、脱臼だったらね、まあ言ったら、関節が抜けた感じなんで、入れたらね、もうギブス別にしなくても、もうそれでもほぼ完了で、ただ僕もすぐ入れてもらって、ことなきゃ言いましたけど、結構放っておくとね、中にこう肉が入り込んで厄介なことになるらしくて、で、そのね、脱臼もね、気がつけばね、癖になってしまうということを言われたんで、もう本当にね、直してから、ちょっと気をつけましたね、だいぶね。急にね、誰かに引っ張ってもらったとかしたときに、なんかタイミングでね、パーンって抜けるらしいんですよ。人によっては。だからね、この寺内貫太郎一家2の、僕、その場面見たことあるんですけど、まあ、あれだ突き飛ばされた感じで、まあ、飛んだっていう感じなんですけど、あの状況でね、日々はいるけど、なかなか脱臼って多分ならないと思うんですよね。脱臼って大体引っ張られたとか、そんな感じの状況でなるんで、飛んだ感じで、多分、腕がなんかこう、地面に当たったっていう感じで、多分、日々がいたという感じに、思いますね。で、まあね、記事も一応ね、これで終了しましたので、まあ、僕のね、感想も、ちょっと述べさせていただきました。まあね、とにかくね、まあ、まとめて言いますと、秀樹さんは結局ね、どんな服装しても、まあ、かっこいいということはよくわかりました。まあ、あとでもね、どうでしょう、これ。ファッションセンスっていうのはたまに、でも、ほぼかっこいいんですけど、たまにね、ちょっと面白いとこあって、まあ、シャツね、シャツの柄がこう、アニメっぽかったりとか。でもまあ、これ、どうなんでしょうね。コーディネーターが選んだのか、本人っていうよりも、ひょっとしたらマネージャーが選んだのかもわからないですね。まあ、でもね、やっぱりね、身長もあってね、ルックスもいいし、スマートなんで、まあ、何着てもね、似合いますよね。かっこいいのはよくわかります。なかなかやっぱりさすがにオーラが違いますよね。それではね、この辺りでね、終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。